のしほと、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 りみです。うん、分かったね。と、うん、って。はい、ということで今回はね、私たちはまだ何をするか聞いてないんですよね。そんなに。だから、ドッキリかサプライズなんですよ。でもドッキリさ、カメラ目の前にしてさ、ドッキリしなくない？そんなアホな人いないよね。今からドッキリしますよ。そんなわけないじゃん。はい、じゃあ今日はですね、ママからしほちゃんとりみちゃんに、まあちょっとしたね、大したもんじゃないんですけど、プレゼントということで、あるものをね、できたので、イエーイ、プレゼントしたいと思います。マジでやば、いいの、嬉しい、ありがとう。じゃあまずりみちゃんから。はい、大好き。映ってない、映ってない、映ってない。こちらです。じゃありみちゃんに見せてください。じゃじゃーん、じゃじゃーん。あれ、隠してるよ。なんだかわかる？なんだかわかる？なんだかわかる？どう？わかる？何かわかる？何？何？フォートナイト。はい、そうです、フォートナイトのガチャガチャでございます。はい、こちらはね、私が回させていただいた。はい、じゃあね、このね、フォートナイトのガチャは、はい、しほちゃんと、ね、そうなんですよ、私がね、回させていただきました。はい、回したね、様子がちょっと あの動画少し撮ってきたので、はい、ちょっと見てみますか。はい、見てみましょうか。ということでどうぞ。はい、ということで、あのリミちゃん今いないんですけど、リミちゃんフォートナイト大好きで、はい、フォートナイトのガチャがね、これ1000円分リミちゃんにやっててあげよう。はい、プレゼントしましょう。どうする？リミちゃんこのさ、スキンっていうの、うん、してたから、これ当ててあげようか。頑張って、頑張ろう。じゃあまず1回その機械をやってみよう。はい、何が当たるかは分かんないけどね。銃とか出るかも。そうだよね、こっち出ちゃうかもしれない。10とか出ちゃったら本当つまんないか。え、でもいいんじゃね。はい、やってみましょう。お、お、あらららららら、レインボースマッシュ。じゃあこの最新のやってみる、400円のやつ。スマッシュって聞くと私の中ではヒロアカなんだよね。そうなんだ。400円、400円です。これ5だから一番一応新しそうだね。わかんない、見たことない、ね、全部まあ、うん、何が出るかな。これがさ、普通のスキンなのかさ、うん、敵なのかもわかんない。しーちゃんはあんまやらないからね。いきます。ほっ、お、なんかでかい。あ、ピンクの来た。あ、来た。これ、これはこれだ。すごい、すごい、これが来たよ。来たよ、来たよ、ほんとだ。大きいね、なんか大きい、大きい。カプセルの形が異常、異常。あと残り300円か。はい、じゃああと300円なので、これこれこれ、一番新しいようにする。まだこれ出たら起きるよね。そうだね、いいじゃん。でもそれはそれで、ラマって聞いたことある。ほんとこれね、破壊するとね、うん、いいものが手に入るんだって。へー、じゃん。はい、今ね、ちょっとね、見ていただいた通り、しほちゃんがね、3回回してきました。はい、はい、はい、ということで、そのね、間にちょっと今ね、開けちゃいました。はい、じゃあ出たのがこちらです。じゃじゃじゃーん。はい、りみちゃんどうでしたか？知ってる？一応1個、1個だけ知ってる。あとは知らなかった。しおちゃん、お名前。これが確かブラックナイト。ブラックナイトって呼ばれるやつ。知らない。知らないね。でね、これがね、うん、なんかピンクのクマちゃん。ピンクのクマちゃんって書いてありました、本当に。ピンクのクマちゃん。そのままですね、ピンクのクマちゃん。これが、うん、レインボースマッシュ。レインボースマッシュ。はい。スマッシュブラザーズ。え、やばい、スマッシュって聞くとヒロアカなんだけど。でしょ。じゃあ次、私にもあるんですか？嬉
しい。しほちゃんがりみちゃんのやってくれたんですけど、ママしほちゃんもねないとかわいそうだと思ったので、あのママがね買ってきました。マジか、やば。で、一つはあのりみちゃんと一個ずつっていうつもりで買ったものもあります。だからりみちゃんも一緒に開けよう。やったね。じゃじゃーん。はい、どうぞ。なんかちょっとわかる、袋でわかる。袋でわかっちゃいますよね、どこのか。やばいですよ。わかりましたか。何ですか。これはね、うん、アニメイトですよね。そう、アニメイトです。アニメイトでお買い物してきました。アニメイト、りみちゃんのもあるから一個だけ。まず平べったいの。あ、そうそうそう、これです。約束のネバーランド。やば、やばいやば。アクリル付き、あ、間違えた、スタンド付きアクリルキーホルダーコレクションだって。やばいね、これ二つあるって、ね、なんか絵が可愛い。はい、こうくんですね。皆さん、え、これ二人で一つ？そうそう、二人で一つずつ。二つ、え、二つで一つか。二人で一つか。フィル出たらちょうだい。いいよ。リミちゃんも約束のネバーランドはめっちゃ好きで。やばい、はい、私ね、ヤクネバのグッズ持ってなかったんですよ。誰が出ても嬉しい。うん、じゃあ一緒に開けよっか。せーの、だらけよね。せっかく。リミだ、リミから。あ、じゃあ順番に開けよっか。じゃあリミちゃんから先。カメラに見せるんだよ、カメラに見せる。頑張って。届く？ちょっと近いそこか。こんな感じ。リミちゃん、習字して手汚いんですいません。せーの。いやん、逆逆ノーマンなんだけど。やばい、ジェリー、よかったね。ノーマン、ノーマン好きなんだっけ。リミノーマン大好き。すごいじゃん、リミノーマン推し。やば、よかったね。はい、組み立てるとこんな感じです。かわいい、めっちゃかわいい。ノーマンかわいい感じだね。まあ、ボールチェーンもついてるんですけど。いくよ、ノーちゃん。いきます。はい、もうすいません、すいません。アンナっぽいよ、アンナ。アンナで、アンナ。アンナでした。かわいい。リミ正解じゃん。ピンクだったからかな。だね。うん。かわいい、アンナ。じゃあ、組み立ててみましょう。もっと欲しかった。もっと欲しかった、ごめんね。これ、でも1個770円だっけ？高いんですよ。あ、かわいい。こんな感じです。今もかわいいよ。エマも可愛いね。しおちゃんは誰が一番？私、レイ。レイが一番欲しかった。うん、レイが一番欲しかった。じゃあまたね、見つけたら買ってきます。しーちゃんはね、レイ推しなんだよ。リミがノーマンで、私がレイ推しなんです。なるほど。なるほど。はい、じゃあ次行きましょう。でもリミも知ってる？アニメ。リミも知ってるでしょ、そりゃ。アニメ知ってるよ、リミ。じゃあ行きます。見てください、こちら。好きなアニメと言ったらまずはこれでしょう。ヒロアカです。ヒロアカです。で、緑がデクで、オレンジがカッちゃんで、青がトドロキくんで、ピンクがワタカ。なんか4色をしてて、嬉しい、ありがとうございます。ここはいいなと思って、このペンだったらこの先もずっとね、勉強とかにも使えるなと思って。ありがとうございます。いい、ね、ありがとうございます。可愛いよね、めったにさ、こういうペンとか売ってないじゃん、うん、アニメイトならではのものかなと思いまして。あんまりうちらが見に行かないから売ってるかもしれないんだけど。ありがとうございます。じゃあ一応袋からちょっと出してみようか、せっかくだからね。見て見て、うん、あ、かわいい、くっついた。ボールチェーンつけたね。え、やば、嬉しいです、本当にありがとうございます。かわいいでしょ、このペン。かわいいよね。リミちょっとピントが合わないです。リミちゃんがちょっと映っちゃってるね。あった、ピント。あった、ありました、ありましたね。かわいいでしょ。かわいいです、めちゃめちゃかわいい。リミにピントがいった。え、やば、ね、これでね、ますますね、自学勉強頑張っていただかないとね。これでね、うん、見て、ここシリコン。ね、ね、そう、なんかすごい高級チックだよね。高級チック、まあ、1本ね、396円でした。やば、嬉しいです、ありがとうございます。もっと高いイメージだなと思ったんだけど、こういうキャラも乗ってさ、幸せに、あ、幸せに幸せ に, 幸せ に, 幸せに大事にでしょ。大事に。Yeah!
よかった、喜んでくれてはい、ということでね、たまにはしほちゃんとりみちゃんが知らないところでね、ちょっと買い物をしてね、サプライズで開けてみるというね、はい、企画でございました。ローマめっちゃね、ありがとうございます。ローマすごいんだよここでノーマン愛を語るわけはい、ということで今回はね、サプライズでね、しほとりみが欲しそうなものをママはねくれましためちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございましたということで、それではバイバーイ、ね、本当に嬉しいんだけど、アニメのグッズって聞くだけでテンション上がるない、うん